本日のワインはこちらです。はい、どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきましょう。ブルゴーニュブルゴーニュです。久しぶりだと思います。しかもまあ超有名生産者ですね、ロベールシルグのブルゴーニュピロノワール。なんかこういうすごくスタンダードというとあれだけど、わかりやすいこの有名銘柄のブルゴーニュピノをやるのはすんごい久しぶりな気がします。多分ねやってるかもしれないけど、っていう、まあまあ結構ね、そのまあワインショップ百貨店でそこまで見るかといったらそこまではないかもしれないけど、でもまあもうこのロベルシルグといえば、まあ、ボーヌロマネのね、素晴らしい生産者になりますので、結構ご存知の方もいるかもしれません。その、シルグのブルゴーニュピノノワールですね。まあエントリーラインのピノになりますの2019年なので、今20年が多分出てる時期だから、まあ少し1年バックビンテージみたいな感じかな、なってますね。で、あのシルグは以前ユキオートワインでやった時にはブルゴーニュのパストグランをやっております。2017年のパストグランをやったのかな、まあそれも結構前なんだけど、でやっぱりね美味しいんだよね。本当にこの作りがすごく綺麗で上品で、昔はなんか少し結構硬いようなイメージ印象を持ってる時もあったんだけど、そのまあ17年のパストグランもすごくもうすぐ飲めるというか美味しかったし、まあ結構そのどんどん品質も、まあ、柔らかくなってきたというか、まあ、すぐ飲めるようなあの形になってきたというか、まあ、やっぱり今のブルゴーニュはねそういう生産者が結構、まあ、昔結構その固めに作ってた生産者も今すぐ飲めるような感じとか、やっぱりこの時代の流れによって、そういった作りになってきてる人たちも多いので、まあ、シュリグもその一人なのかなっていう感じはするんだけど、ただ最近全然飲んでないから17のパスグラ飲んで以降、まあ、買って飲むことはまずなかったからすごい久しぶりかな、まあ、どこかで試飲かなんかで飲んだかもしれないんだけど、そこまで覚えてないというか記憶にないので、もしかしたら本当に飲んでないかもしれない、全然それ以降ね。なのでまあ数年ぶりのシルグになるんですけれども、まあ、19年のねヴィンテージが僕はすごいブルゴーニュのね赤2019年が好きなので、1年前のヴィンテージだけどもあの残ってるのでね、買ってみたんだけど、やっぱりこのブルゴーニュの今値段が毎年どんどん値段が上がったりして、ね、今もうやばいことになってて、こんなことになるの、こんなに値段が変わってくそのスピードが速いのっていうのは僕すごい初めてなんじゃないかなっていうぐらい、まあ、僕がワイン飲み始めてからそういうなんか変化が起きるのっていうのは初めてだから、過去にこういうのあったのかな、ここまではでもなかった気がするんだけど、すごいスピードで値段がどんどん上がっていくというか、まあいろんな生産で上がっても市場からなくなっちゃうのでまた上がるみたいな、そういうねなんかこのいろんなね非常に難しい時期に今ブルゴーニュに限らずワイン業界かいろいろとなんかねあの経済の影響もあってそういったふうになってきてるので、19年とこの今発売して20年がね あると思うんだけど、結構な値段の差、これでもだって5000円弱ぐらいかなになってるんだけど、今その20年は6000円超えてたりとか、なんかそういったかなりね差が出てきちゃうような、でこの次のヴィンテージはまたどうなっていくのかっていうね、まあそういったいろんな問題もありつつ、今ねこの19年を楽しんでいきたいと思います。ゆきおとワイン。ちょっと色はしっかりしているような気がするけども、まあ、綺麗だね、ルビー色で非常にブルゴーニュらしいね、少し暗い色なイメージだけども、でも色だね。どうでしょうか、結構まあでも色もなんかちょっと淡いけどもしっかりしているようにも見えます。
いやすごいね。やっぱすごいね。なんかもう風格があるもん。ああ、このまあブルゴーニュピノノワールはそのまあ文字通りエントリーラインで、この上にねそのよりその村の名前を持ったものとか畑の名前を持ったものとかより上のランクはもちろんあるんだけど、この時点でなんかもうねすごい風格、キャッチーで飲みやすいっていうよりもっとこの風格連打がちょっとね凄みをちょっと感じるというか、うん、それでいて果実の甘さもあって、まあ、本当に甘ったるいそっちの甘さじゃない、本当にもう綺麗なねブドウの熟度の甘みというか、もうなんか全部が上品な果実っていうのがもうあって、でも硬さはそんなになく、本当に柔らかく綺麗な純粋にピュアな果汁だけを絞ったような、なんかそういう液体のまあ、凄さというのを感じるかな。もうスワリングしない状態でも香りすごいからね、今すごい音。やっぱすごい。いい香りだね。あ、なんだろうな、意外と少しね、なんか土っぽさとかもあるし、なんか作りがまあこういったねシルグとかはめちゃめちゃナチュラルには作る感じではないし、まあもちろん最低限のねその農薬とかは使わないようにはしてるだろうし、その中有機栽培のブドウとかも使うだろうし、なんかその度合いっていうのはもちろんしっかりやってるはずだけど、このなんか野生酵母を使ってよりナチュラルなその酵母の働きをしたそのまあいわゆるナチュラルワインのような作りはしないとは思うんだけど、なんかすごく香りの要素の中にそういった本当にいい意味でのナチュラル具合というか、なんかそういうのがなんか感じるぐらい、なんかもう本当に純粋にピュアな果実っていうイメージがあります。うわすごいな、やっぱすごいね、これはね、うん、なんか上のクラスももちろん美味しいんだろうけど、もう十分すごい、十分すごい飲んでないんだけど十分すごい、おーいい香り。なんかね、まあ、ヴィンテージによる差っていうのはもちろんあるんだけど、今ね20年ブルゴーニュ20年がもう今すごく出回ってて、もう21年そろそろね、まあ、白なんか21年は出てるものもあるしね、少しずつまた変わっていくんだろうけど、20年のヴィンテージはそこまで飲んでないので、まあ、ちょっとまあちゃんとは言い切れないんだけど、まあ、少し20年はなんかしっかりとしたようなね、19年よりはしっかりとした果実を持ったものが、まあ、多いような印象は多少はあって、で19年はすごくバランスが取れてて、なんかもうね、熟成をさせても美味しいし、させない状態とか、まあ、この若飲みしてもすごく美味しい、でその果実がキャッチーでとっつきやすさもあるっていうようなイメージがあって、だからやっぱりそれにこの自分のイメージの、まあ、イメージだけで言うともちろん語弊が出てくるかもしれないけど、なんかそれに近いやっぱり印象を持ったこの、まあ、作りになってるのかなっていうイメージはあるんだけど、うん、もっとねガツッと硬いようなヴィンテージも多分あるからね、シルクはね、まあ上品エレガントスワリングするとよりそのエレガントさがすごい、そのね、お花の香りもねすごくふわっとね綺麗なお花の香りがね出てくる。一口飲みましょう、全然飲んでなかった。すごいね液体ピュア、果実味がピュアだね。で酸もね、このなんかもう結構ね丸みが まろやかというかね、なんかねこうピシッと張り詰める酸ではなく、こう柔らかい酸というかね、
なんかそういったもうテクスチャーも柔らかいし、うわすごいね。これはやっぱね、にんやりしちゃうよね。やっぱこういうね、本当に代々このなんていうかいいワインを作ってきてるような有名どころはね、やっぱ裏切らないね。すごいですよ本当に、なんか普段は最近ね結構ナチュラルなワイン飲むのが多かったから、なんかそのなんていうかな、自分の知らないより新しい世界を見せてくれるワインとか、まあ、その個性がしっかりしたり、なんか自分のこの知らない世界を見せてくれるワインたちがやっぱりすごく好きだから、そういうのを結構紹介してたし、そこにこのね感動とかね覚えることも多かったんだけど、まあなんとなくの想像はつくし、まあ、美味しいだろうという想像と、まあ、こういうぐらいのこういう感じの作りなのかなっていう、まあ、エチケット見てなんとか想像がつくワインっていうのはやっぱりあるわけで、このシルクもなんとなくの想像はついてたんだけど、でもやっぱりいざ飲むとこういうワインもやっぱり美味しいし、なんていうのかな、こう美味しいよね。言葉が出なくなった。なんか、まあ、意外性がないと言ったらまたそれをまたね言い過ぎだけど、もちろん美味しいだろうなっていうことは分かってて開けるんだけど、まあそれをまたさらにね、やっぱりその期待に応えてくれるっていう、なんかそのね安心感とすごい。もう、ね、やっぱり、ね、ピノノワール好きになっちゃうよね、こういうワイン飲むと本当に。もちろんね他の品種だっていいし、他の地域だっていいし、美味しいワインは今ね本当世の中いっぱいあるからね、美味しいワインはいっぱいあります。なのでそこからね自分の好みのワインを選んでったり、また個性あるものとかね、まあそういうのをね選んでいくっていうことになると思うんだけど、やっぱりこういうの飲んじゃうとね、ブルゴーニュのピノノワールやっぱりね、やっぱり美味しいし飲みたくなっちゃう。まあ、飲んでるけどもっと飲みたくなっちゃうっていう感じだよね。何も言うことない。ただただ美味しい。アルコールこれ、ね、19年 14% なんだよね。高いんだよね。ブルゴーニュの中だと 14% やっぱ高いのよ。でもそれもやっぱりこのどんどん温暖化する中で結構熟度も上がってくる、ブドウの熟度も上がってくると。でもそういう中でもなんかもうそれを感じさせないぐらい結構綺麗な酸で、でそのアルコールの高さが熟度の高さっていうところのなんか強すぎずいい具合のバランスで、しかも酸もちゃんとあるって、このバランスがやっぱすごいなって思う。アルコール感はね、まあ、多少感じるけど飲んだ時は 14% と思わないかもしれないっていうぐらいのバランスだね。なんかもう褒めちぎってるけど、もうねやっぱり、ね、すごい、やっぱすごいよ。なんか安心するこの美味しさというか、いやーすごいね、すごい作りだね。やっぱ値段上がるよね。上がってくるよどんどん。こういうワイン飲みたいもんね。今まで本当にそれこそなんか超有名生産者とかね、なんかそういったもうまあ手が出ないような高額帯のワインはウルゴーニュは多いから、やっぱりそういうものに憧れてきたし、まあ飲みたいなと思うことも多いけど、どうしても手に入らんのよ。自分で自宅で飲むように買って買えるところなんて、もうねもはやブルゴーニュなんてねなかなかもう出てこない。3000台のブルゴーニュなんて今ね、まああるけど、なんかなかなかね、もう4000、5000当たり前だし、2021年ヴィンテージとかどうなっちゃうのっていうぐらいだし、まあねこうね、まあ ね価格のことを言うのもなん、まあ、あれだけど、ただやっぱり重要な要素だからね、ワインを買って家で飲むっていうので、ね、どれぐらいの価格帯を買うかっていうのも重要だし、だからこの今こそこのブルゴーニュがすごく上がって、もちろんでもこの品質とこの、ね、味はね、やっぱ
ね、他の地域のワインとかもね、それに変わるワインもどんどん出てきてるし、そういったね、まあこちらこういう値段だったら他の地域の少しね値段が下がってるワインで同じぐらい品質もあるじゃないのっていうのをね、分かるかもしれないんだけど、やっぱりなんかこのブルゴーニュを飲んでしまうとブルゴーニュを欲しくなっちゃう、ブルゴーニュがもっと飲みたくなっちゃうっていう風になるこのね感じ、うん、素晴らしいワインだと思います本当に、うん、美味しい。今飲んでも多分全然いけると思う。もちろん熟成はできるだろうし、うん、でもね、この若々しい感じに本当にフレッシュな果実が残ってる状態っていうのは僕すごい好きなので、結構ね僕若いワイン好きなんですよ意外と、まあ、あまり熟成して飲む機会がそこまで多くはないので、もちろん熟成したワインだっていいしね、あれだけど意外と若いワインでも全然俺は好きなので、今すごくいいね、めちゃめちゃいいワインだと思います。うん、なんてこの柔らかく丸みがあるテクスチャーなんだろうね。もうなんかね、舌に乗った時にもうね幸せを感じるっていうね、やっぱりすごいです。もちろんロベルシルグっていう作り手もすごいし、その土地ブルゴーニュ土地で、その土地から生まれるブドウをこういった本当にもうしっかり表現してくれる生産者、素晴らしいと思います。いや久しぶりにこのね、もうなんていうかな、やっぱり美味しいっていうね、ブルゴーニュ飲みましたね。うん、ブルゴーニュもっと買いたいけどねまあね、まあ、チャンスがあったらねまたちょっと手を伸ばしたいと思います。ただもうこの先21年のブルゴーニュはなかなかもう手が出ないかもしれませんが、まあ、ちょっとまた探してみたいと思います。はい、ということで本日ご紹介したワインはロベールシルグのブルゴーニュピノノワール2019年、もう言うことありません、素晴らしいワインでした。では、今日はありがとうございました。なんかね余韻がすごい、飲んだ後の余韻がもうまだ残ってる、すごいし幸せを感じます。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。Twitter と Instagram もやってるのでね、フォローしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきおでございました。それでは皆様、じゃあね。バイ。バイ。バイ。